レッスン11、セキュリティとセンスイ。まずは、QKD、まあ、今までは話していることが多いなんですけど、量子鍵配送でしょう。それより超えるセキュリティと,と他のアプリケーションについては、ちょっと、あの、まあ、上のレベルから説明したいと思います。まずは、その、漁師もつれのネットワークは、もちろんそれが、量子鍵,鍵配送には合うんですが、それだけではありません。 まあ、セキュリティは一つのコテンネットワークに,についてすごく重要な概念、すごく重要な分野なんですが、特にはインターネットワークの,の場合にはそれが,が重要でしょう。ネットワークとネットワークの間にはコテンの通信がもちろんそれがポジティブなこと、ベネフィットとかいっぱいあるなんですが、えっと、一つのことは機密データの,のプライバシーなんでしょう。それがどうやって守れるんですかね。それから、 もちろん、その、会、クライアントが、が、サーバーにつながることになってるなんですが、その、機密なデータを、他の人は見えるようにはならないようには、えっと、通信はできなければなりません。それから、リオシーネットワークの場合には、それが、えっと、役に立つと思われてるので、話題としては、よく、リオシーネットワークは、セキュリティには影響すると、とのは、えっと、よく聞きますね。 それから、それが、えっ、ー、と、漁師鍵配送は、はまあ、80年代、1980年代に定義、えーと、発見したことな,なので、それが、えっ、ー、と、かなり、あの重要な,な概念としては、早かったし、それも結構、えっ、ー、と、話題になっているんでしょう。で、それが何に使えるか、まあ、古典のネットワークの場合には、昭和の創立分解は、ははえっ、ー、と、問題になっているかもしれませんが、 小の創立分解は、えっと、オーセンティケーション、それえっと、認証でしょ。それから、えっと、プライバシー、その鍵配送の,の作ることは、えっと、それが影響はするでしょう。ですが、漁師の場合には、漁師鍵配送を使うとその、その認証には、まあ、その問題には解決できないかもしれないんですが、その鍵配送、その鍵を、えっと、決めることは、 それがえと防衛できますので、まあ、なんと,、えー、と、昭和の創立分解アオグリズムが破れる古典ネットワークの通信の,の,のシステムとしては、それがまあ、半分ぐらいは,はカバーできるでしょう。それから、えっ、ー、と量、量子鍵配送は、情報理論としては、それが,が、えー、と強いことにはそれが証明されてるんですが、もちろんそれが、えっ、ー、と、 署名はリローンとリワーンのことなので、実装もすごく重要でしょう。それからもちろんさっきの言ってた通りには、早かったからかなり影響は大きいんですよね。さて、セキュリティとかにはそれが、これからの3つのレッスンには、セキュリティは結構話にはなりますが、それだけではない。それから基本の質問なんですが、 なぜ、リオシインターネットを作っているのか、どんなことができるように,になるでしょうそれが一つの大きな質問なんですが、例えば、バイパータイト・エンタングルメントが 2-qubit の,の状態なんですが、それがテレポーテーションと,と E91 のリオシカギ配送できるでしょう。そのテレポーテーションは、まあ、アプリケーションと呼んでいる人が多いなんですが、それより そうシステムズの機能だと考えてもいいと思います。それがデータを転送できるなんですが、そのデータを転送してからどんなことで計算するか、それがアプリケーションになるでしょう。そしてこの上の2つは、あの量子通信の基礎のモジュールでは説明しました。今回のレッスンはセンシングのことを説明したいと思います。 それから、そのモルチパータイトのエンタングルメントなんですが、それ複数のキュービット、2以上のキュービットの量子状態になってるなんですが、それが、えっと、漁師秘密のこと、秘密の状態とか、それが古典の場合、量子の場合には2つとも役に立つかもしれません。そして、それが、 登場者とかにもっと,もっとあの発見、えっと、見つかる場合には、えっと、しやすくなるかどうかも重要な概念になるかもしれません。そして一つのアプリケーションなんですが、もちろん力が多いリオシサーバーのことを使いたいでしょう。リオシメインフレームリ、リオシスーパーコンピューターなんですが、みんなは家で,でそういうマシンを持つことにはならないでしょう。 機械も高いし、メインテーマもかなり難しいし、物理的に大きいし、それからどこかのデータセンターには、レッスン7に説明したとおりには置いておくなんですが、どうやってそれが使えるでしょうそして、クライアントとしてはそれがもちろんそれ持っている資源は少ないので、 そのメインフレームにつながって、量子計算はできるかどうか、とのことなんですが、もちろんそれの返事は Yes になります。まあ、まずは、個展の通信だけでは、そのサーバー側には、やりたい回路、やりアプリケーションの情報を教えて,教えてあげれば、そのサーバーには計算してくれるでしょう。問題は、それが、セキュアな状態にはなりませんが、 そしてもう一つのやり、えっと、質問としては、その、サーバーには、リ計算にはやってもらいたいなんですが、その、計算の内容、その、インプットデータ、それから結果、アウトプットデータ、それからコンピューテーションだけには、その、どんな回路を計算するのか、秘密できるかどうか、それができてたら、それはすごいことになるでしょう。そして、それの答えは、Yes になります。 それが次のレッスンで説明したいと思います。